三ノ三北の某安ン新申院美縁増比縁。寛永19年3月5日は、江戸時代前期の日蓮宗の僧。字は、行順。号は、新請院一同。聖は石井。京都の出身。十世の立場を取る、本万寺の日中に支持した。徳川家康の側室、用玉院の切れを受ける。1600年に飯高断林の講師となる。 1608年江戸城で行われた浄土宗と日蓮宗との就論で日蓮宗は敗者となった。その後、徳川家康は念仏無限は経典にない空論として日蓮宗の本山寺院に対して受刑上の提出を迫った。日蓮は日蓮の教えである地下格言を捨てるわけにはいかず受刑上の提出を拒んだ。徳川家康は 命令に逆らう無本者として安倍河川河原ので宅刑に、そ葬とした。日縁に刑していた養主院は、徳川家康に嘆願死刑の執行は許された。刑長14年には、現在の身野部長大野に、本園寺を創建した。本園寺は後に陽玉院を聖母とする、徳川頼信、徳川頼房により整備され、養主院の墓所が所在している。 1630年へ土城で行われた樹布施派と藤布施派との対論で藤布施派を破り池上本門寺に入山した。1631年鎌倉の藤庵に陰性したが、養主院をはじめ多くの信者が訪れたという、ありがとうございます。